この前、久しぶりに会った友達と話していて思い出した話なんですが、学生の時、百物語を友達とやろうという話になったので、一人20話集めれば、全員で100話になるということで、私はネットなどで怖い話を調べ、どうにか20話集めました。当日、友達の家にみんな集まり、怖い話を披露していき、100話目を話し終えたのですが、何も起きない。何も起きないね。と言い、部屋を明るくして見回すと、全員疲れた顔で、何か食べに行こうかという。とりあえず、私たち4人で家を出てご飯を食べて、その日は解散しました。ここで話の最初に戻るのですが、友達と話していて、どうも違和感があり、その正体を考えていると、百物語を100話話し終えたとき、やはり怪奇現象は起きていたのです。私たちは4人で集まっていたと思っていたのですが、本当は5人だったはずです。怖い話を1人20話だと、4人では数が合わないし、私の部屋からその時の怖い話のメモが見つかったので、1人20話というのは間違いないので、もう1人いたはずなのですが、それが誰なのか全く思い出せないのです。そして話し終えた時、飲み物をそれぞれ用意してあったのですが、一つ見覚えのないものがあり、これ誰の？と私が言った記憶があります。あの時いたはずの5人目が誰なのか、今となってはもう知るすべはありません。